おはようございます、星野瑠璃です。2020年マイルチャンピオンシップのデータ分析予想ということで、今年のマイルチャンピオンシップは去年マイル G1 を連覇したインディチャンプに加えてアドマイヤマーズ、グランアレグリアといったコバのマイル G1 馬に3歳馬がぶつかるといった構図になりました。で、3歳馬はサリオスを筆頭に G1 馬のラウダシオンとレシステンシアも出走を表明してきたので、もしかしたらマイルチャンピオンシップ史上最高メンバーが揃ったかもしれません。で、この動画ではデータを中心に紹介していきたいと思います。で、今年のマイルチャンピオンシップは阪神開催になりますので傾向が変わるかもしれませんが、とりあえずは例年通りのデータを紹介していきたいと思います。まずデータその1、前走富士ステークスとスワンステークス組。マイルチャンピオンシップの前哨戦として行われる富士ステークスとスワンステークスですが、どちらかから来た馬が馬券に絡むケースが多いです。去年は馬券に絡みませんでしたが、今年も注目なデータとなっています。今年登録している該当馬は富士ステークス組からはバンドヤルド、ラウダシオン、ケーアイノーテック、ペルシアンナイト、大西ビジョンの5頭となっていて、スワンステークス組が勝地、アドマイヤマーズ、ベステンダンク、あとサウンドキアラの、4頭になります。で、富士ステークスは今年から G2 に昇格したけど、今年は特に富士ステークス組に注目したいといったところです。続いてデータその2、前走 1800m 以上からの馬。マイルチャンピオンシップは前走が中距離路線の馬が強いです。で、過去10年中8年で馬券に絡んでいて、去年は中距離組が3着以内を独占しました。で、今年の該当馬はサリオス、スカーレットカラーの2頭になっています。で、この2頭は特に馬券に絡んでいる毎日王冠と天皇賞秋組なので、注目の2頭となりそうです。続いてデータその3、毎日王冠1着馬。と、中距離組の中でも毎日王冠を勝った馬の成績がいいです。こちらが過去に毎日王冠1着馬が出走してきた時の成績です。ほとんどの馬が掲示板に入っているという安定感があります。で、ここ2年は馬券に絡めていないんですが、それまでの成績を考えると、今年も無視はできないといった感じのデータになります。今年は毎日王冠を楽勝したサリオスが出走するだけに注目です。続いてデータその4、安田記念出走馬。その年の安田記念に出走していた馬の成績がいいです。2012年からは8年連続で馬券に絡んでいます。その8年は連続で連帯馬を出しているだけに今年も注目です。で、今年の該当馬はグランアレグリア、インディチャンプ、ケーアイノーテック、アドマイヤマーズ、ペルシアンナイト、バンドギャルドの6頭になっています。で、安田記念で大敗した馬が巻き返すというケースが多くなってますので、安田記念の着順というのは気にしなくても、出走していたということを気にした方が良さそうです。続いてデータその5、安田記念3着以内の馬。先ほどのデータで紹介したように、安田記念組は大敗していた馬がマイルチャンピオンシップで好走するケースが多いです。で、こちらの表は当年の安田記念で3着以内だった馬のマイルチャンピオンシップでの成績です。過去10年で該当馬が17頭出走していますが、マイルチャンピオンシップでも馬券に絡んだ馬は17頭中4頭しかいません。で、その年のマイル G1 で3着以内に入った馬なだけに、この成績はかなり悪いと思います。で、今年の該当馬は1着のグランアレグリアと3着のインディチャンプの2頭となります。
で今年もこの2頭には注意が必要になります。ただグランアレグリアは阪神マイルの桜花賞を圧勝した馬だし、インディチャンプは不利なデータがある中で去年は勝った馬なので、もともと阪神マイルで実績のある馬になりますし、今年に限っては、まあ、むしろ狙い目となるかもしれません。と続いてデータその6、休み明け2戦目の馬と、マイルチャンピオンシップは休み明け2戦目の馬が好走するケースが多くって、で2012年から8年連続で該当馬が馬券に絡んでいて、過去10年で6頭も1着馬を出しています。で今年の該当馬は10頭います。で過去10年で休み明けの馬は2015年のモーリスしか馬券に絡んでいないだけに、マイルチャンピオンシップは休み明けの馬よりレースを使ってきた馬の方が有利になることは間違いなさそうです。続いてデータその7、3歳馬。こちらが2002年以降の3歳馬の成績になっています。2002年以降で64頭が出走して、2勝2着1回3着4回という成績です。で過去10年で考えると4頭しか馬券に絡んでいないので苦戦傾向にあります。で原因としては、昔は3歳馬の斤量が小馬とは2キロ差だったんですが、1キロ差になったことです。で去年もダノンキングリーが人気で負けただけに、今年も3歳馬の扱いには注意が必要になります。で今年出走する3歳馬はサリオス、大成ビジョン、ラウダシオン、レシステンシアの4頭になっています。で4頭とも、まあ、名前を聞けば分かる通り実績馬になってますので、今年はどうなるのかというのに注目です。続いてデータその8、ディープインパクト産駒。マイルチャンピオンシップといえばディープインパクト産駒が強くって、毎年馬券に絡んでいます。今年は阪神開催ですが、阪神マイルの方がむしろ強いイメージがあるだけに、今年のディープインパクト産駒は例年以上に注目な存在となります。で今年出走するディープインパクト産駒はバンドギャルド、あと勝地、グランアレグリア、ケアイノーテック、サウンドキアラの5頭となっています。で5頭とも、まあ、有力馬となるだけに、ディープインパクト産駒以外をもし軸にするなら、相手はディープインパクト産駒といった買い方でもいいかなと思います。ということでここからはまとめに入ります。と冒頭でも言ったように、小馬の G1 馬 VS 3歳馬といった構図になりそうです。で一番人気はルメールジョッキー騎乗予定で、スプリンターズステークスを、まあ、衝撃的な勝ち方をしたグランアレグリアになりそうです。安田記念ではアーモンドアイに勝った馬なだけに、今回も優勝候補筆頭なのは間違いないです。でポイントとしては、休み明けが一番強い馬なだけに、まあ、いつもより間隔がこう狭まることでパフォーマンスが落ちる可能性を秘めているというところです。で最終追い切りはしっかりとチェックしておいた方がいいと思います。で3歳馬で注目なのはもちろんサリオスです。で2歳児からマイルが、ベストと陣営が言っていただけに、今回は、まあ、待望のマイル戦となります。で朝日杯では先行に、まあ、かなり不利な流れの中で押し切っての圧勝だから、まあ、陣営の言う通りマイルはかなり得意な条件なのかもしれません。で毎日王冠はメンバーレベルが低かったので圧勝したことは、まあ、そんなに気にしない方がいいと思いますが、まあ、皐月賞でコントレイルに迫ったレースを見る限りかなり能力は高いので、まあ、どんな競馬ができるのかが楽しみです。で他にも有力馬はたくさんいるので、まあ、最終的な予想動画は週末にと枠順が出た後にアップロードしたいと思ってますので、まあ、そちらの方も参考にしていただければなと思います。まあ、今年もね、もう残るところ G1 のカウントダウンが始まっていますが、じゃんじゃん的中させていきましょう。じゃあこんな感じで2020年マイルチャンピオンシップのデータ分析予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。